ソニア・オサリバンはアイルランドの陸上競技選手。1990年代を代表する女子長距離ランナー。2000年シドニーオリンピックの銀メダリストである。ソニア・オサリバンは1990年のヨーロッパ選手権の3000メートルに出場。最初のメジャー大会で11位という結果を残す。その後、急速に力をつけていき。 1991年には5000メートルの室内世界新記録。1992年には800メートルから5000メートルまでの6種目のアイルランド新記録を樹立した。同年夏には1992年バルセロナオリンピックに出場。3000メートル決勝では先頭集団に位置しながら残り1周バックストレッチで一旦リードしたものの、 その後は3選手に追い抜かれて4位に終わった。1500メートルは準決勝で11位に終わり決勝、進出を逃している。このオリンピックの3000メートルでは銀メダルを獲得した EUN のタチアナドロフスキフが翌年薬物で陽性反応が出ていることから非常に残念な順位であった。1993年頃からオサリバンは女子中距離界で 圧倒的な力を持ち始めた。同年夏に行われた、シュトットガルトの世界選手権では、1500メートルと3000メートルに出場し、金メダル獲得が期待された。しかし、まず行われた3000メートルのレース、残り2周となったところから、中国の3選手が猛然とスパートし、オサリバンはついていけず8分33秒38の4位に終わった。 後日行われた1500メートルでも無名の中国の選手の驚異的なラストスパートの前に破れ銀メダルに終わった。この時戦った中国の選手たちはこの年秋に行われた中国の国内大会で現在でも破られていない驚異的な世界新記録を連発。しかしそのまま消えてしまった選手が多くドーピングの可能性が高いと見られている。 オサリバンにとっては前年に引き続き残念な結果であった。1994年、オサリバンは1500メートルから3000メートルまでの種目で世界ランクトップ5000メートルでも世界2位のタイムを出すなど充実したシーズンを送った。7月8日に5分25秒36の世界新記録を樹立。 翌週には3000メートルで8分21秒64のヨーロッパ新記録、世界歴代5位を受立。その後も1500メートル1マイルで自己ベストを立て続けにマーク。ヨーロッパ選手権でも3000メートルで優勝候補と目される中、8分31秒84で初優勝を果たした。1995年もオサリバンは好調をキープ。 前年同様、1500メートルから3000メートルまでの種目で世界ランクトップ5000メートルでも2位という成績を残した。同年のイエーテボリの世界選手権では1500メートルではなく5000メートルに出場する。この種目には世界新記録を出したばかりのポルトガルのフェルナンダ、リベーロが出場していたが、オサリバンはリベーロに干渉。 前回の世界選手権で獲得できなかった金メダルを獲得した。オサリバンは1996年のシーズンは前年ほどの圧倒的な力を見せていたわけではなかったが3000メートルでは3年間続けている連勝も継続し1500メートルでも2人しかいない3分台ランガーの1人であった。1996年アトランタオリンピックではこの2種目にエントリーした。 まず5000メートルの予選は余裕でクリアした。しかし、決勝では体調を崩し、レース序盤は良かったものの、途中から交代し始めついに途中リタイアしてしまった。1500メートルのレースも体調が回復しないまま、出場し、準決勝で敗退してしまった。1997年は前年よりさらに不調で、アテネの世界選手権では1500メートルで、 決勝8位、5000メートルでは予選7位で決勝にも進出できなかった。しかし、1998年はシーズン序盤から好調で、モロッコのマラケシュで行われた世界クロスカントリー選手権では4トルと8トルの2種目に出場し、両種目優勝の快挙を達成。トラックレースでも好調をキープ。8月に、 ハンガリーのブダペストで開催されたヨーロッパ選手権では日程の都合上 1500m と 5000m の両方にエントリーすることが難しい状態であった。そのため 5000m と1万 m に出場を決める。1万 m はこれまでトラックで走ったことがない距離であったが先頭マークするレース運びでラスト 200m を28.1秒のスパートでまとめ 金メダルを獲得。4日後の5000メートルでも、ルーマニアのガブリエラ・サボーがペースを作る展開で、進みながら、ラストは、オサリバンのスパートが炸裂し、2冠達成となった。1999年は出産のためレースを中断するが、出産後10日で練習を再開し、3ヶ月後には、ハーフマラソンを1時間10分5秒で走るまでに、回復し、冬の間からオーストラリアで、 シーズンに入るとヨーロッパでレースを積みながらシドニーオリンピックを目指した。シドニーではまず5000メートルに出場し予選で15分7秒91のシーズンベスト予選トップで決勝進出を決める。そして3日後の決勝ではサボート激しい争いの末銀メダルを獲得。3度目のオリンピックで初の表彰台に立った。また、 14分41秒02のタイムはアイルランド新記録であった。さらに1万メートルにも出場。レースは大変なハイペースとなり、オサリバンはこの種目でも30分53秒37のアイルランド新記録を出したものの6位に終わった。オリンピックの後、10月に初めてマラソンに挑戦、2時間35分42秒で優勝している。 2001年に二人目の子供を出産。復帰後に出場した2002年のヨーロッパ選手権では5000メートル、1万メートルの2種目で銀メダルと活躍。しかし2003年のシーズンは不調でパリの世界選手権の5000メートルでは決勝進出選手中最下位の15位に終わった。2004年には4度目のオリンピックとなるアテネオリンピックに出場した。 しかし5000メートルでは体調不良のため決勝で14選手中再開、金メダルのエチオピアのメゼレトデファーに周回遅れにされるという結果に終わった。その後も競技を続け、2005年4月にはロンドンマラソンに出場。2時間29分で1秒の自己ベストで8位に入る。しかし、その後故障し、世界選手権への出場は見合わせた。現在、 オサリバンはアイルランドとオーストラリアの国籍を保有している。ありがとうございます。